あ、インスタ解説した。あ、そうなんだ。へえ、どんくらい伸びるんだろうね。タモさんのインスタってそんな需要あるのかな？まあ、知名度だけでフォロワー増やす感じだよな。タモさんの多分、インスタってそこまでみんな興味があるかって言ったらそうでもない気がする。ただ知名度とかだけでネームバリューでなんかフォロワー増えるイメージがある。どうなんだろう。そうそう、いいかな。まあ、測ってないですけどね。だいたい4、5分ぐらい経ったでしょ。多分もう4、5分ぐらい経ったと思うので。見てください、皆さん。お揚げ2枚ですよ、ほら。お揚げ2枚。コンビニ限定のお揚げ2枚のやつ。タモさんと小倉さんはずら。あのさ、小倉さんのさ、小倉さんがなんかさ、朝の番組かな？なんかでさ、こう、お辞儀をしたんすよ。お辞儀をしたらそれヅラが取れたみたいな、なんかその YouTube になんか動画あったんだけど、あれって本当なの？あれ、合成とかじゃないんすかね？なんか小倉さんがこう、あれ作りもんだよね、あれね。だよね。YouTube にさ、小倉さんがなんかこう、お辞儀した瞬間なんかヅラが取れたみたいなやつがあったね。あ、やっぱ合成か、あれ。いや、これ嘘でしょと思って。あ、カメラどうも。やっぱそうだよね。あれ合成だよね。いや、うまく作ってあるよね、あんなのね。素人が作ったんだが、まあ本当に結構それなりに、そういう動画とかね、作れる合成とか、そういうのになんか精通してる人が作ったんか知らんけど、素人が作ったにしてはあれうまくできてるなと思って。あー、匿名の方からおはようございます。おはいがおはいがおはいが、アラブの石油王、ウィドズ、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、孫正義、やだー、花火ありがとうございます。おはようございます。やっぱそうなんや。合成なんだ、あれ。だよね。よっしゃ。できました。やっぱスープから。ちょっと風呂入ってないんでね。顔出したくないんですけど。あ、やっぱうまいな。赤いきつねやっぱうまいっすね。やっぱ赤いきつねはうまいな。赤いきつねってさ、なんでこんなうまいんだろうね。これマジすごい、赤いきつねってやばくない？マジで。カップラーメンでこんなに美味しくできますみたいな。ドラゴンボールスーパーのウィスさんとか食ったら多分とんでもなく喜ぶと思う。
ドラゴンボールスーパーと、うん、コラボしてほしいね。最後ぶち込み飯して、いやー嘘でしょ。赤いきつねにご飯って合うんすか。うどん系でご飯ぶち込んだことないな。ラーメンならあるけど。うどん系はあんまないね。和風系になるもんね。ライスとは、え、マジで俺、ご飯入れたことないわ。ラーメン系は何回もあるけど、うどん系は一度も入れたことない。カレーうどん系だったらね、ご飯入れるとカレーみたいな感じで合うと思うんだけど。でも和風でなんかちょっとあっさりした感じでうまいのかね。うん。うちも入れない。あのココイチの冷凍食品あんのよ、カレーうどん。ココイチの冷凍食品でカレーうどんってのがあるんだけど、それにあの麺食った後にご飯入れるのとめちゃめちゃうまいっす。むしろその最初のうどんよりもご飯の方が美味しいぐらい。マジでむしろなんですよ。うん、何食べてんのって。いや、どう見ても赤いキツネでしょ。あ、Jサーダス。何食べてんのってこれ。赤いキツネ以外に何に見える逆に、これ。どう見ても赤いキツネでしょ、これ。あ、ナイス完了、どうも。ナイスもう無理そうだけど、一応しといてください。ナイスもう無理だよ。ナイスもう絶対無理でしょ。まあでも一応無料なんで押しといてもらえば。一応ないですね、ありがとうございます。うん、思うんだけどね、なんかカップラーメンとかちょっと底辺飯みたいなイメージあるじゃん、絶対。カップラーメン系って底辺飯みたいなイメージ持ってる人結構いると思うんだけど、全然そんなことないと思う。赤いキツネはマジでこれもう底辺飯とかじゃなく、これもう一つの料理だよね、これもう本当に。それぐらいうまいわ。うん、あ、こんにちは、ナイスをしました。ありがとうございます。あ、カメラもどうも。マジで思う。カップラーメンイコール底辺飯みたいなイメージあると思うけど。赤いキツネに関してはもう一つの料理ぐらい、料理だと思う。なんかさ、よくカップラーメンでこんだけ出汁っていうか、このスープめっちゃうまいっすよね。よくよくカップラーメンでこんだけスープうまくできると思わない。いや、マジでさ、なんかそこら辺のさ、そこら辺のうどん屋のスープ全然うまくない？なんか、あ、ハートとも、ハートとも、カメラとも、お餅入れると美味しい。
いやー、まあ、確かに。